無理丼です。皆さんやっとかめです。今日僕は名古屋市港区の名古屋フェリーふ頭の近くに来ています。後ろに見えているのが太平洋フェリーの高級フェリーで有名な木曽です。ここから仙台とか北海道の方まで1日かけて、行く人気のあるフェリーですね。でなんで今日ここに来ているかというと、以前も無理散歩でちょっとお話ししたことがあるんですが、星崎、業務用冷蔵庫を作ってる星崎がペンギンアイランドというコンテンツの中でキューブのお出かけ写真館というダウンロードできる壁紙を毎月公開しています。でこれが2022年1月のお出かけ写真館なんですが、この写真を見た瞬間に、もしかしてロケ地ってあそこじゃないかなと思い当たるところがあって、それがここのフェリーふ頭のすぐ近くなので、今からそのロケ地に行ってみようと思い、ここで、フェリーふ頭まで来ました。ロケ地ここからすぐ近くだと思うので行ってみようと思います。名古屋フェリーふ頭から500メートルぐらい北に来たところに来ています。非常に風が強くて今横を大型のトラックがバンバン走っています。でズバリこのロケ地と同じ場所っていうのは見つけられなかったんですが、今来てるこの辺が多分ロケ地だろうなという場所に来ています。場所としてはこの左手の方がフェリーふ頭で、向こうに見える大きな橋が名工トリトンで、北の方を向いていくと対岸に見えているのがゴミ処理場かな。で、稲井公園とかがある方が今見えています。結構この大型車がバンバン通る道沿いにあります。でキューブが立っているところの後ろに石畳のようなのが映ってて、それがこういう風になっている場所ですね。だいたいこんなところかなというところに来ています。でうちにはキューブがいないので、ちょっと身代わりのペンギンを連れてきてキューブと同じような写真を撮りたいなと思ったんですが、かなりの強風が吹いていて、これ手を離すと吹っ飛んでっちゃって、ちょっと撮影は難しいですね。あとキューブのお出かけ写真館の写真は魚眼レンズで撮られてるみたいで、でちょっと魚眼レンズ今手持ちのものがないので同じ構図で撮るのは難しくて、とりあえずロケ地を見に来たという感じです。